はようございます。私は今この青森県にいます。前回が宮城県だっけで穴釣りして、でそこから4時間移動して、で今日もまた2時間ちょっとの移動で、明日1時間移動かで、明日あのちょっととある方に、もうみんなわかってるかもしれないけど、青森のとある方に会うんですが、その前にちょっと腹ごしらえで寄りました。ここ発色センター、ここがね、あの海鮮もの、海産物がものすごくなんか充実してるっぽいから、ちょっとここでお昼ご飯を食べようかなと思います。さあ海鮮丼です。はい、ありがとうございます。何にしよっかな、これに決めました。はい、生ウニイクラズワイガニ、マシオネさん浮気します。いただきます。うまかった。マシオネさんすいません、浮気しちゃいました。まあね、そこそこでね、海鮮丼はね美味しさが違うんで、ここはここでめっちゃ美味しかった。そしてめちゃくちゃ人が多すぎて、俺は3分の1ぐらいで通路行くの諦めた。なんかね、海産物もそうだし、なんか焼く場所もあって、そこでなんか焼いて食べるのもよし、あとお肉とかもねいっぱいあった。だからもういろんな食材ここで揃いますね。はい、発色センターさん、ぜひ皆さんも来てください。皆さんご機嫌いかがでしょうか。釣りは世界を救うのでしょうか。そんなことより見てみませんか。釣り岡でしょう。はい、こんにちは。大間の方に、移動してきました。で、この後、去年お世話になったマグロ漁師山本さんに、ちょっとご挨拶というか会いに行きたいと思いますので。ちなみになんか今漁止めで漁には出てないらしい。はい、なので家でゆっくりしてるでしょう。さて、着きました。この前お世話になりました、あの番組の T さんですね。 T さんなるべく映らないように、はい、ちょっと山本さんにちょっとご挨拶していきます。いや、何ヶ月ぶりですかね。11 12、半年、もうそんな経ちますかね。じゃあお邪魔します。これなんか気をつけないとね、ガチャンってなるから。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。おい。カメラ2つ。今日カメラ2台で。お邪魔します。僕はこんな感じになって。お邪魔します。お久しぶりです。いや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 。来ましたよ。自走できましたよ。自走。いやー、だだだだ。来ました。だよ。はい、気を使ってお酒持ってきました。気を使えということなんで、なんかいい、なんか空港で買ってきました。だからもうだいたい純米大吟醸って書いてたら美味しいだろうと思って、これ。何が釣りだのって釣り、釣り、そうですね、今回もうあちこちで釣り旅しながら釣りして、ちょうど今1ヶ月目ですね。で、あと1ヶ月間帰れないです。そんなに大したものは釣れてないです。まあ、イカとか、あと琵琶湖行ったり。作っていくのは、まだ、うん、釣り作り。そう。なんか、全部の魚種が、あと1ヶ月遅かったら、うん、っていうシーズンなんですよ、全部釣り。だいたい本だよね。はい。だからちょっと1ヶ月早すぎたんですよ、出るのが。釣り物が結構宿泊してますけど。うん、水分高いし、早く釣れるもん、うん、ですよね。こっちゃん、お久しぶりね。マグロ美味しくいただきましたよ、みんなで。もう夜も、もう出たよな、8日8日、7日経ったんでしたっけ。そうですね、ちょうどそのくらいですね。確か取ってから8日だよ、うんうん、
結構日数経ってるから大丈夫かなって。いや全然大丈夫でした。心配してて、心配のあまり俺怒られて全然1週間も経つんだぜ。全然大丈夫でしたよ。うん、だからすごい技術発達して戻れるんだって、うんうん、下処理が完璧にされてて、ただ一晩で 4,50 人ぐらいで食べたんですよ、そのお客さんとか集めて。でなんか鮮魚店の人も来てもらって、さばいてもらったりブロックにしてもらったり で配っていったら全部なくなりました美味しかったです。見てくれました、その食べてる動画。まだ見てないですか。食べてるのは見てないな。ここは佐賀のあのおろしたところ。ああ山本さんち電波悪いですね。ここ電波取れるで。これ軽トラで取り行ったんですよ今この木箱をなんかその木を使って何か作ろうかなと思って取っておいたら、今ゴミ入れになってる。ちょうどあれに入れてネットかぶせてこの専用の包丁も買ったんですよ。買ったというか、自分が地元に帰ったらそのリーダーがそのマグロ釣った記念に、なんかいろんな包丁屋さんに電話して、でマグロの包丁売ってやるとこを探して、で買ったらしいです。やっぱこの大きい包丁はいいよね。あそこ写真飾ってる、これ見た、ありがとうございます。でっけえとこに飾ってもらった。すぐ分かるんだ。だから多分カメラで映ってるんだもん。あ、そう、これが口についてました。お、これお持ってきました。やっぱりちょっと針曲がってる曲がってますこれ、うん、これがこっちはこう伸びる、伸びる。あ、佐賀に来て、うん、また青森に来ましたこれあそこにかけてもらってこうかなこれないって探してましたよね、確かね。あ、そうでしたっけ。うん、なんか感じさめた感じだったのついたのかな、ね、まさかつけ、くんが色つけてる感じにいたっていうのは。ついたまま来てましたよ。うん、だから開けて、あ、これ口かかってたから。一般のみんな配置するんだよ。あ、そうなんですね。うん、これちょっと旅のお守りとしてちょっと持ってきましたけど。買うこれ。うん、ここに勝手にかけちゃおう。つきますあ、勝手にかけた勝手にかけたあれじゃないですか、しっかりかかりすぎててもう取れなかった取れなかったんじゃないですか。ケースで引っ張って半数ずつかかる。いや、よくできすぎできすぎてましたね、あの時は本当にできすぎできすぎで。ピコちゃん、ピコちゃん、ピコ太郎って、ピコ太郎、あんまお尻で触れるの好きじゃないね。確かに冬の毛が抜けてほっそりしましたね。ほっそりよし、じゃあちょっと今から山本さんが208キロ釣ったんDVD を見ます。2日でインターンでやって初回のバラストだったの。30時くさんだよ、はいはい、初回のまだ来てる。でも自分ちょうどいいサイズってやん、ちょうどいいね。小さすぎず大きすぎずこの辺、ね、あ、ピコ太郎が押したピコ太郎がな DVD 出したドンダン、怒られたちなみに208キロでいくらで売れるんですか。何でしたの予想。100ちょっと上がって120万。あ、大体そうだもん。マジっすか。すごい、マジっすかいや、なんか当たってるちょうど6000円。あ、自分たちがキロ5000円。昨今は5000円ですよね、ですよね。ちょうどそのこの間、肺縄で上がって、はいはいはい、やっぱり200キロ以上って言えば5000円、はい、6000円だ。あ、だからちょっと上がって、そうそう、うん、そんなもんだ。やった。これは自分の釣った後なんですよね。後です。
もう 何日か後、1週間とか2週間後ぐらい、2週間後、あ、結構近々、結構だから月末の方、24日だよ、24日、うん、24日、うん、待って、一緒逆に、急に今年の2日つやってくるよ、うん、でもまあ、この半年その視聴者さん、そのイベントとかでもう真っ先に言われるのがマグロ見ましたよってマグロおめでとうございますって言われて、いや俺全然何もやってなくてよし、じゃあまた後ほど夜ご、あー、どうぞどうぞ、夜飲みますか夜は夜で別のお酒をこれとは別これもちょっと飲むわビッグマンじゃないですよ、持ち込みありです、それはもうお家で大切に飲んでくださいじゃあまた後ほど、お邪魔しましたということで、無事に山本さんにご挨拶できました。まあ半年ぶりでしたけどお元気そうで、でこの後ちょっとブラッとして、夜一緒にご飯食べてきます。まあその様子もちょっと映すのでお楽しみください。じゃあお疲れ様です、ありがとうございます、去年お世話になりました、うん、まあガソリン入ってきた、ガソリンが入ってきた、あ、おはようございます、帰るぜ、はい、お世話になった、ピコちゃん、ピコちゃん今風邪から収まった、収まった、ピコちゃん朝まで過ぎたの、やんね、帰るよ、帰るね、今日はピコちゃん、帰っちゃうよ、ねえねえ、すいませんじゃちょっとお世話になりました、うん、はい、ありがとうございます、あと1ヶ月頑張って、はい、ありがとうございました、ずくはおしめるくすけよ1ヶ月頑張ってきます、行こうか、一緒に一緒に行くか、おにゃーん、じゃお元気でーはい、いっさて、ご挨拶も済ませたし、フェリー乗り場に向かいましょう。よし、じゃあここでこの後の予定を発表しましょう。この後はですね、まず函館に渡ります。それから、新千歳空港に向かいます。そこでメンバーの一人と合流して、次の日ね、朝からちょっと、これもまたね初めての釣りなんですけど、釣り物を発表するとすごい深い 400m、500m ぐらい、深いところにルアーを落として釣りする釣り、だから本当にそんな釣りはしたことないんでちょっと楽しみですね。またちょっと狙う魚は後で発表しますので、レッツゴー。ちなみに北海道はちょっと舐めてました、めちゃくちゃでかいんで、北海道一周とか北海道上までとかはちょっと行く予定ではないんで、北海道渡って北海道釣りするぐらいなんで、はい、じゃあ行きます。ご視聴ありがとうございます。釣り岡坂岡ではキッチンカーゴルフスタジオも営業しております。はい、キッチンカーは神崎駅北、ゴルフスタジオは釣り岡ハウスの横にございますので、詳しくは概要欄に貼っておりますので、ぜひぜひチェックしてください。